見えたぞ、あの島だ。ここ七海学園のオーナーは海運業の王様七海財閥、その一族のとんでもない道楽息子が中学生の時からずっと自力で帆船乗り回して行った流水。腕は立つだろ。よみがえったぞ。俺は世界の全てが欲しい。何者だあの流水という男。貴様ら素人は大船に乗ったつもりで船長の俺に任せておけ。おお、素人とおっしゃいましたか。満足王のこの俺、ますます面白くなってきたな。世界中の所有権が消えたの、今から全てが手に入る。構いやしね、今はな。おありがたく利用させていただこうじゃねえか。俺の航海術で必ず貴様らを地球の裏まで連れて行ってやろう。ただ条件がある。分かっているだろう先空、俺の欲しいものも。いいだろう、俺らはついに石油を掘り出す。そんなもの日本のどこに、どうやって。絶対リームでしょ。案外そうでもねえ、上から探しゃよかったんだよ油田をな。科学のお宝探検隊は空から攻める。